皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今回は静岡県富士見中学校の平成31年1月に行われた入試の問題の算数、その中の大問の5、文章問題、これを解いていきます。問題質問は3つあって、前半で2つ、後半で1問解きます。では文章を読んでみます。 A 君は午前9時に家を出て図書館に向かいました。何分か経って A 君のお姉さんが忘れ物に気がつき、同じ道を追いかけ午前9時24分に追いつきました。下のグラフは A 君が家を出てからの時間と A 君とお姉さんの間の関係をグラフにしたものです。ちょっと省略させてもらいました。この後ろもね、ちょっと長かったんでね、後ろに書いてあったことをまとめると、これ2人の速さはいつも一定だったよと、こんなことが書いてあったんですね。ではまずグラフを確認しましょう。グラフ、縦軸に距離、範囲はメートルですね。そして横軸に時間、分、9時2分、9時24分と、このようになっています。そしてこの 300m 行ったところで2分かかっていると、そして 900m 進んだところからだんだん2人の距離が近づいてきていると。そういうことは、 900m 進んだところでお姉さんが家を出て A 君を追いかけ始めたと、こういうことが分かりますね。括弧1、 A 君は毎分何メートルの速さで動いていますかと、 A 君の速さを求める問題です。 A 君は300メートルのところ2分かかっていますよね。速さというのは道のり割る時間でした。ですからこの300メートルを時間の2分で割って、300÷2、計算すると150ですね。ですから A 君の速さ、毎分150メートルと、このように出せるわけです。括弧2です。お姉さんが家を出たのは A 君が家を出てから何分後ですかと、こういう質問ですね。この900メートル進んだところからだんだん2人の距離が、先ほども言ったように近づいているという、ですから900メートル進んだところでお姉さんが家を出て追いかけ始めたと、このようになるわけです。求め方、2つ紹介しておきます。まず比を使った求め方です。 300m 行ったところで2分かかっているので、300×2は900×x と、ね、こんな比で表せますよね。 300m が 900m になっている、3倍になっているので2分も3倍にすればいいということで、 2×3 で6で、6分のところでお姉さんが家を出て追いかけ始めたということが分かりますね。それからもう一つの考え方、ここで A 君の速さ出ていますから、この速さを使って求める方法です。つまり 900m を行くのに、進むのに何分かかったかということで、道のりを速さで割って出します。もちろん答えは同じ6になりますから、ね、お姉さんが家を出たのは A 君が家を出てから6分後と、こう答えを出せるわけです。では3番に移っていきます。かっこさんの質問です。お姉さんは毎分何メートルの速さで A 君を追いかけましたか、またその訳を式や言葉を使って書きなさいと、こういう質問ですね。ではまずグラフにお姉さんが家を出た時間書いていきますね。 A 君が900メートルのところで家を出たと、
先ほど出したようにここ6分のところで家を出ています。で24分ここで追いつくので、じゃあ追いつくまでに何分かかったかを調べてみましょう。単純ですね。24-6計算すると18分ですね。18分で900メートル離れていたの、これを追いついちゃったんですから、じゃあ1分間で何メートルずつ近づいたかを考えてみます。900メートルを18分かけて追いついたので、900÷18、これを計算すると毎分50メートルずつ近づいていったと、こういうことですね。ではでは、毎分50メートルずつ近づくということは、 A 君の速さ、これ毎分150メートルでしたね、それより50メートル速かったということですから、 A 君の速さプラス50、これを計算して200となるので、お姉さんは毎分200メートルで A 君を追いかけたということです。ですから答えは毎分200メートルと、ね、お姉さんの速さは毎分200メートルと、または分速200メートルと書いてもいいですね。こうなるわけです。今回は静岡県富士見中学校の平成31年の1月に行われた算数の入試の問題の大問の5、これを解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。